こんにちは。手なずけるよりは手なずけられたいタイプのヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの触り方、持ち方、通称ハンドリングと言われる方法についてお話をしたいと思います。ボールパイソンはですね、もうとってもおとなしいタイプのヘビで、ヘビの中にはもう荒ぶる神々のような、登場した直後の落っこと主のような種類のヘビもいれば、非常にですね穏やかなタイプのヘビもいて、でボールパイソンっていうのはですね、極端に穏やかな方に分類されます。でヘビっていうのはそのハンドリングができる、まあ、手で持つことができる種類が全部ではないんですけれども、ボールパイソンではこのハンドリングができる、そしてハンドリングができるのに結構大きくなる、大蛇感もあるということが世界で人気の理由の一つだったりします。とはいえですね、ボールパイソン触ったことないっていう人、あるいはこれから飼ってみたいけど実際どうやって持つのという人は、まあ、どんな感じで触ったらいいのか、ハンドリングしたらいいのかっていうのが、まあ、イメージがつかないと思いますので、今日はちょっとご紹介したいなと思いますが、基本的には水をすくうような感じでこう持ってあげるのが一番良いと思います。ヘビっていうとやっぱりこうプラーンっていうイメージがある人もいるかもしれませんけれども、不安定な持ち方をすると怖がってしまうので、体が安定するような、なるべく多くの面積がどこかに触れているような持ち方をしてあげるととっても良いと思います。今日はこの2匹ハンドリングしてみたいと思いますが、この子はパステル GHI モハベヘテロパイボールという種類です。大体はですね、こうやっておとなしく座っております。このままこうやって持っても大丈夫なんですけど、ちょっと怖いっていう人におすすめの方法としてはですね、後ろから行くということですね。後ろからこんな感じでこう持ってあげる。なんでかっていうと、ヘビはですね、飛びついてくるときに前にしか行けないわけですね。なので前から行くと、こうびっくりしたときにビャッと来ることすら防げるわけですね。後ろからこんな感じで持ってあげる、なるべく早くこうやって落ち着いた感じで持ってあげると望ましいかと思います。これハンドリングって言いますね。全然触れるでしょう。大丈夫でしょう。そう、こうこの子はおとなしい子なのであれですけど、慣れてくると、なんだろう、こう巻きついてどんどん登ってきたり、こういうとこ入ったりしますね。入る？入らない？アダルトになったら首に巻いたりとか、そういうのもできます。おい、ね、こんなんしても全然大丈夫。ヘビ匂いないですね。そうそうそう、慣れてくると探検を始めます。はい、ほら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 、お、これもなんかすごいハンドリングっぽい。はい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 、このペロペロやってるのは匂いを嗅いでるんですね。僕のおでこから何か匂いがしているのか。こんな感じ、おとなしいでしょ。で、おとなしいタイプのボールパイソンがほとんどなんですが、たまに荒い子もいます。それはほとんどの場合は恐れているというか、怖いから強めに出ちゃうみたいな。皆さんもそういうとこないですか？本当はチワワのような心なのに、やたらと強い言葉を使う人とか、強い言葉を使うなよ、よく見えるぞという言葉もありますけれども、まあまあそんな感じでですね、荒い子がいたりするわけで、この子はウルトラメルっていうんですけど、こういう色が特徴的な種類なんですが、あのね、この子の兄弟たちは荒い、生まれたての、なんだろう、荒いといえばなんだろうね、例えることに失敗しました、ヘビ屋のひろあきですまあ荒いんですね。今はまだ落ち着いてますけども、あの輸入してオランダから来た直後はですね、もうビャン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 触るものみで傷つけるような感じでしたが、まあ、だんだん落ち着いてきてはいるんですけど、それでもうちにいる子たちの中では最も荒いと。結構刺激するとね、パーンと飛んでくると思うんですけど、それはやっぱりこうかわいそうだし、万が一噛まれたりしたら僕も痛いので、それを避けたい。でもし皆さんがヘビを飼ってみた、ボールパイソンを飼ってみたい、で触ってみたい、でもちょっと怖いという時にどういうふうにすればいいかっていうと、まあ、さっきみたいにこう後ろから行くというやつですね。こんなに荒い子でも、おお、体をこわばらせて今筋肉を締めてですね、いつでも飛び出すぞと、前に飛んでいくぞっていうモードになってるんですが、それでもこうほら後ろから行くとね、いけないでしょ。首にスプリングを作って前に飛び出すことでヘビは瞬発力のある威嚇をすることができるんですけど、後ろだとね、後ろに行きようがない、怖い場合は後ろからこう水をすくうような感じで
いけるいける。はい。あとはですね、ものすごいおとなしいタイプのヘビではある。もうほぼ噛まれることはないとは言っても絶対に噛まないわけではないんですね。こう感情表現というか主張の仕方が、僕ら人間みたいに言葉がないので、今の言い方嫌だったなとか、私そういう触られ方するとあの日の嫌なことを思い出してあんまりいい気分じゃないとか、ヘビは言えないので、基本的には寝るかだらーんとするかシャーっていうか、それぐらいしかできないわけですから、その自分の自己表現の一つとして飛んでくる、噛むということもゼロではありません。でそれを避けるには、そういうこういう持ち方をしたりとか、あと大事なのはですね、ハンドリングの時に大事なのは餌モードにしないということですね。例えば、餌の匂いをさせる、ネズミの匂いをさせると、やっぱ彼らはこう気が立って男だ男だみたいになってしまって、何かあれば飛びついて食べよう、ネズミがいれば飛びついて食べる準備をするわけです。そういう時は結構危ないわけですね。あとは、ヘビ複数飼っているとして、別の子に餌をあげた、その手に食べ物の匂い、ネズミの匂いがついている状態でボールパイソンをハンドリングしようとすると、触ろうとすると餌と間違えて飛びついてきてしまったりということもあります。ヘビはですね、匂いと温度で獲物を感知していますから、僕らの手っていうのは結構こう暖かいわけですよね。35度ぐらい6度ぐらいあるわけじゃないですか。それは結構もう食べ頃温度で、そこにネズミの匂いとかがついていると、暖かい、いい匂い、ご飯ってなるわけですね。なので、ネズミとか触ったりとか、他の、特に哺乳類系の動物を触った手でハンドリングをしないように気をつけてください。基本的にはですね、犬とかだったらもうわしゃーってやってあげるのがコミュニケーションだと思うし喜ぶと思うんですけれども、ボールパイソンとか爬虫類っていうのはそうやってもらうことが喜びです。もっとしてくれないと寂しくて辛いとか、そういう生き物ではないんですね。ほっておいてくれたら安心しますというタイプの生き物なので、ハンドリングはしてあげるとかじゃなくて、させてもらうっていう感覚を持つといいかもしれません。過剰にしないとか、嫌な思いをするような持ち方をしないとか、彼らが刺激するようなタイミングでしない、そのさっきの餌のタイミングとかでしないっていう、こうさせてもらうんだっていう気持ちを持ちながらハンドリングをさせてもらうと、お互いにこう気持ちの良い関係が、じゃあこの辺で我々は妥協し合いましょうかと、この辺で落ち着いていきましょうかと、着地していきましょうかという生活がですね、送れると思いますので、こうリスペクトの心と配慮の心を持ちながらハンドリングをするといいかなと思います。やっぱりね、でもね、触るとね、気持ち、柔らかい陶器のようなツルツルなんだけど柔らかい、硬い筋肉も感じられるんだけどもちっとしたのも感じられる、このヘビを触ったことのない人にはまるで想像のつかない体験というのが得られると思いますので、ぜひボールパイソンを飼ってみたいという方は、このハンドリングの仕方をですね、念頭に置いてボールライフを送っていただければいいなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビのハンドリングの仕方についてお話をしました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。